どうもウィリアム・テンプソンです。今回ですね、こちらのなんだっけ、カレン、チャーチカレンを、水分補給とりあえず一旦していこうと思います。特にね、染色とかはなしで、まあ、前回コバ削って急に終わった動画になったと思うんだけど、なんだかんだね、20分くらいもやっちゃったからさ、なんかこれ以上やんのもなっていう。じゃあ水分補給していきます。結構ね、変わると思うよ、こんだけで。今こんだけ色落ちてんけど、俺画角広いな、なんかなんか画角広くね、なんだこれ。まあいいや、ほらこんな違う。もうだからさ、やっぱ染めなくてよかったんだよなって思う。多分染めなくてよかった。いや、こんなにさ浸透するってありえない話だよね。このあの元々のあの皮の状態だったらさ、あれ何塗ってたんだろう。絶対液体靴クリーム関連だろう、あれ。すごいよね。いや、え、超かっこいいんだけど、何この色。やべえ、これ参考にしたいぐらいかっこいいんだけど、なんだよこれ。超かっこいいぞこの色。伝わってんのかな、みんなに。これすげえ伝えたい、これこの色を伝えたい。見てこれ、ほらほらほら、すごくね、この色良すぎるだろう。おい、なんだよこれ、売りたくなくなもう鑑賞用にしたくなってきた。出たこのパターン。私すぐね、ちょっと手をかけた靴にね、愛着をさ、もう、持っちゃってさ、すっげえ手放しづらくなっちゃう。すぐ物に感情移入しちゃうからさ、ダメなのよね。なかなか捨てらんないんですよね。そう、わしは本当に、結構捨てるのは苦手な方だね。なんか物にさ、すっげえ感情移入しちゃうんだよね。捨てらんないんだよね。でさ、たまにあるよ。すっげえ捨てるとき。なんかそれやんとさ、大体後悔すんだよね。うわー、あれそういえば捨てちゃったんだよな、もったいねえなーとかさ、なんだろう、買い方も下手で捨て方も下手みたいななんかそんな感じするわ。センスがないんと思う、その辺の。でね、このチャーチ得意のカールエッジは絶対に残したいんで、割れちゃうと最悪だからね。いや、これもう一回くらい濡れそうだよな。なんかまだ油分補給って感じじゃないわ。もう一回塗っちゃおうか。待つのもいいんだけどさ、こんだけ浸透しちゃってんと、待つ意味もないから。逆に、こっちやっちゃうと、多分、2回目の浸透が遅くなって、なんか逆に良くなさそう。でもこれ結構ね、入ると思うんだよ。相当乾燥したと思うから。そう、だから。まあ、グリセリンやってもいいかなとは思ったんだけどさ。ちょっと。油分、最初水洗いして、水分飛ばしちゃってるし。散々アセトンで油分も取っちゃった後にまたさらに水洗いしてんから、ちょっと皮を休ませた方がいい気がしてさグリセリン保湿って結構皮なんかしなやかになるけど、なんだろう、なんかね、無理やり感が強いんだよね。強制的っていうか、もっと自然にさ、こうケアしたいなと。これソールもほとんど減ってないからいいよね。普通にいいと思うよ、これ。これマジで、前ちょっと、ちょっと追加でもらうけど、予定よりも。さすがに、ちょっとね、いろいろ私、すごい目にあったんで、この靴に対して。まあ、こんだけいい色になっちゃいいでしょう。許してくれんでしょ、ここまでやったんだから。私買ってほしいわ、もう。なんか
この努力を感じてほしいわ、この靴から。念を入れとくわ、この靴に。多分あれよ、これ買った人ね、私の生き量みたいなの見るよ寝てる時に多分現れるから、この靴の近くに。いや、なんか俺コンビにできそうだもんね。最初さ、なんかこういうツヤ感だったじゃん、ちょっと。まあこれちょっと水っぽすぎんけど、こういうもう完全に乗っかってるような何かがギラギラしちゃってたもんね。本当私ガラスレザーだと思ってさ、最初の動画、まあガラスレザーだけどみたいな、ガラスレザーこそがとかさ言っちゃってたけど、あれ何だったんだろうあの動画何だったんだろう。気づくまでのね、なんかちょっと疑問に思いながらも、まあ多分さすがにガラスレザーだよな、こんだけ分厚けりゃって思ってて、スルーしちゃったんだけど、なんかやっぱちげえよなって。あそこでね、あ、これガラスレザーじゃないなって気づけるのって結構大変だと思う。あれはね、なかなか気づけないと思うぞ。ガラスレザーっぽさが半端なかったもん。で、なんなら私未だにちょっと、本当はガラスレザーで、かなり劣化していて、そのガラスレザーが、すごく落ちやすくなっていたのではないかってちょっとね、感じちゃってるところもあるし。なんかそこさえも疑っちゃうみたいな。そのクラスに、わけわかんなくなっちゃうくらいの凄さだった。本当にさ。だってアセトンであんなにグリグリやっても落ちないんだから、すごいね。わし、アセトン使ってもあそこまでやんないよ、普段。でも今回はあれだな。油分補給までやって、で、待つ時間になっちゃうね。あ、でも、やっぱ今こっち1回塗りじゃん？こっち2回塗って落ち着いた感じじゃん？やっぱしなやかさ違うね。なんかこっちの方がまだ乾燥してる感じあるよね。でも色戻ってるから、色戻ってるから、多分、まあ染色の必要はやっぱなかったね。よかったわ。しなくて。シワの部分ね、丁寧にやんないと、もう相当これ乾燥してると思うから、この辺はね、しっかりと塗ります。こうこのピンキングの部分にもさ入り込んでたから、ここも相当乾燥してると思うし、もう丁寧に塗っていくような。なんだかんだこれな、ソールもライニングもやんなきゃいけないからな、意外と時間かかると思うよ今日。まあそれで一旦さ、置かないといけないから、3日、最低3日くらい置かないと、どうしようもないから、早めにやっといた方が、絶対いいし。そう、これはね、あんま、例えば気分乗ってなくても、油分補給と、水分補給と油分補給はね、早めにやった方がいいですね。まあそもそもが、この状態で置いとくっていうのは、どんどん乾燥していくだけなんで、良くない、っていうのと、あとその気分が乗った時に油分補給とかだけだと乗ってる意味ないから、別にいつでもできるじゃんこんなの。いつでもできんならさっさとやってさ、いつでもはできない表面磨きとかの作業をまあ後でやる、後でその気分の乗ってる時にやるっていうさ流れですね。どこまで塗ったか分からなくなっちゃった。なんかちょっとまだね、でも表面になんか残ってる気はするんだけど。でもまああんまりやりすぎても幼稚しちゃったりするからね。これで OK でしょ。これで、なんか変なの、何これ。なんかウェルトのカスみたいなウェルトのカスみたいなのがあるんだけど、何これ怖いんだけど。ほつれた糸みたいな。怖えな。じゃあこれで、これで、まあ、おっと、すごい奥に落ちました。一苦労しました。で、何の話だっけ？油分補給するんだけど、まあ、
例えばコバとかにさ先に黒とか塗ってもいいかもしれないけど、なんか塗んなくても単純に油分補給必要そうなんで、単純なですので、まあ普通にクリストフポーリー塗っとくか、表面にアッパーはクリストフポーリーのレザークリームです。これいい匂いだからさ、好きなんだけど、いやいい匂いだよこれ。ちょっとね、まあさすがにこの靴は油分型にはなんないと思うから、っていうか油分型に寄せた方が絶対いいから、若干だよ、本当に若干よ、多めに塗ってます、塗ります。で丁寧にこう押し込むような感じで塗ります。ちょっとさすがにつま先はねあんま塗りたくないから、めちゃくちゃ伸ばすわ。つま先はあのクレームで十分、本当に別に塗る必要はない。ただムラとかになっちゃうしさ、そこは良くないから、あの塗るならちょっとどっかに塗るんだったら塗った方がいいとは思う。まあこの辺でこうやって曖昧にしとくっていうのもありかもしんないね。まあこの辺りこういう丁寧にね塗っておけば、で基本的に塗るのは一回塗りでねやめた方がいいね。こうまあ例えば乾燥を浸透しきって追加で塗るだったらまだしも、それもよあの油分型の影響になるから原因なんから良くないんだけど、でもまあよっぽどであれば上書きするなら、なんかね一回浸透しきってから様子見た方がいい。じゃないとほんとこの状態でやるとね全然浸透しきってないから、実はなんか一瞬ほらこうやって浸透しきったように見えるけど、テカリがなくなって、でも本当はこれねまだどんどん浸透されてってる最中だから全然まだなのよ。やべえって言いつつちょっと塗りすぎてるな。いやでもこれ今回塗った方がいいよ絶対。そうまあ最悪もうこのレザークリームなら落ちやすいと思うし落とすけど、あとね最近もう油分型の靴はねもう一応めんどくさいけど頑張れば対処しきれるくらいまで来たから、そんなにね昔よりも恐れてはない、ただ恐れてはいる、普通に怖え。ここのねまあいっぱい塗る部分としてはこの辺りとあとこことこことこの辺りとあとねここら辺は別にそこまでいらないんだけど、ここの履き口のトップライン部分は絶対塗ってください。でタンもまあちょっと多めに塗っといた方がまあ気分的にいいかなっていうここは絶対こう沿わせてください、あのちゃんと塗るように。でタンは適当に、あんまり塗りすぎてねゆるゆるにしちゃうと履くときにさ、へねっちゃって、塗りづらい、あ、履きづらいから。で、つま先と、かかとは、本当に、伸ばすような感じ。まあ一応丁寧には塗るけど、薄く丁寧に塗る感じだね。んで、ここの部分だけちょっと多めに塗ってもいいかもしれない。ここは光らせたりしないし。まあかなり丁寧に塗ったぞ。いい色でしょう。すっげえいい色なんだけど。何これ。すっげえいい色じゃん。何色これ。バーガンディか？本場の。ちょっとコバ削っちゃったんで、コバにも塗っとくわ。コバもさ、意外と油分補給しないと、バキって割れたりするから。私割れたことないからわかんないけど。あれ割れてる動画じゃねえ、写真とか見たことあるからさ。こんな感じで。まあ片足は OK でしょ。
まあ丁寧にやりましょうね。いや意外と時間かかるな。でもなんか丁寧にやったからか疲れたわ。ちょっとコバ別個でやる必要ねえな別に。でもコバもね塗りすぎちゃうと良くないからあんま塗んない方がいい。もう別に薄くする必要もないけど、つま先とかかかとみたいにこの辺の塗り方でいいくらい。まあ一応油分補給しとくかっていう、そんな程度で。でこういうとこのシワ、明らかにクラックにつながりそうなシワとかはこうちょっと伸ばしながら丁寧に。なんかすげえ今日真面目にやってすげえ真面目にやったんだけど、なんだ今日、いつもなんかもうわけわかんない話してるだけなのに今日真面目だぞ。いやこの靴がさ、なんかそのチェットウィンドの73ラストバージョンって聞いてからさ、すげえなんか愛着湧いちゃってさ。いやチェットウィンドいいよね本当に。なかなかチェットウィンドレベルのデザインのクオリティ出せないよね。だってなんか正直マルバーンもちょっと劣ってるって言っていいんじゃねえかってくらい思うもん、かっこよさが。チェットウィンドのなんか独特なんだよね。でこれまあチェットウィンドと思ってもらって構いません。だから73です。しかもそう考えたら余計良くない？さらにいいよね。73のチェットウィンドのことを173ができた時代にはカレンって言うらしいぜ。その靴なんだよこれって、すごくない？そんなこと言いてえわなんかなんだっけブリスベンだっけとかさ、そういうちょっとメジャーなチェットウィンドじゃなくてさ、メジャーなイレギュラーチェットウィンドじゃなくて、なんかマイナーなイレギュラーチェットウィンドってすごいじゃん。奥深すぎるじゃん。でも同じ感じに濡れてんね。いや全然違うよ本当に。ドスッピン、このさ、なんだろう、色あせたドスッピンだったじゃん今まで。ほんで最初の時とこんだけ違うって思ったけど、今はさちゃんと色が入ってるというか、まあ油乗ってんだけど、まあ色がさ戻ってるような状態じゃん。だ色が同じ状態でドスッピンっていうのはさ、まあ今しかないんだけど、これがまあドスッピンの最後で、まあ人間で言うとお風呂入った後化粧水塗ってるような状態だからさ、メイクはまだしてないのよ。それでこれだからね。だからベースがやっぱりチェットウィンドのだけあって本当にねかっこいい。で革質が普通に別にいいわこれいいわこれ普通に革質いいぞ。あのちゃんとチャーチの値段のクオリティはある。ものすごいいいかって言われるとそういうわけじゃないけど、ジョン・ロブレベルかとかそこまでじゃないんだけど、キューチャーチとかはね結構ジョン・ロブレベルだったりするんだけどね。意外にも現代のね、まあ、当時のジョン・ロブちょっと知らないんだけど、あんまジョン・ロブってヴィンテージとか出回ってないから。イギリスはヴィンテージって言ったらやっぱチャーチが一番あって、次にまあクロケットとグリーンくらいかな。急行上制とかさ、クロケットも別に急行上とかないのかな。でもヴィンテージポールセンスコーンとかちょいちょいあるから。そんでもねあんま70年代のクロケットとか出てないんだよね。ほとんど出回ってない。70年代とかないけど80くらいからクロケットある。エドワード・グリーンもねそんくらい。70年代のグリーンは見たことないね。80年代のはあるけど、80なのか90なのかちょっとわかんないけど、
でも本当ないよ、なかなか。でクロケットチーニーはどうなんだろうな。チーニーも実はあんのかな、あんまりわかんないな。なんかチーニークラスに行っちゃうとランクがね、どうしてもね他のメーカーが出てくんだよね。イギリスのヴィンテージ、ヴィンテージっていうか、まあ、ヴィンテージブランドか。そうね、例えばテクニックとか、あとまあこれこそマイナーだからこれは出てこないけど、単純になんだっけダッカー&サンだ、ダッカー&サンとかね。あとはまあ普通にアルフレッド・サージェントとか、その辺が出てきちゃうなっていう。だからあんまりね、なんだろう、より大衆向けになっちゃってるっていうか。まあグッドイヤーの国だからあるようなものの、グッドイヤーの国じゃなかったらもっと評価されない、それされなかっただろうなっていうメーカー。変な言い方すげえ悪いけど、なんかグッドイヤーとして認められてんのってさ、なんかよくわかんないけどチャーチとクロケットあたりじゃない。なんかチーニーって結局さ、なんか結局チャーチの廉価版みたいな印象あるよね。なんか単純にイギリスというグッドイヤーの国だからグッドイヤーを伝統としてチーニーもやってるだけで、普通に他の国だったらマッケーセメント普通にそういうの使ってそう。日本製とかだったら、例えば絶対マッケーにしてるよ、コスト削減のために。チーニークラスチーニーに何の恨みがあんだってくらい、チーニー噛みつくけど別に何もないからなんか印象。ちなみにソールはね、ほんとそんなに悪くなさそうだから、ひび割れとかもないし全然状態は OK。 ほんとつま先のヘリもそんなないし、真ん中のへこみもまあなくはないけど、でもこのくらいは普通あんじゃねってくらいので、ヒールもさ全然ないし。ただなんかよくわかんないけどさ、1291とか91か書いてあるんだよね。なんだろうこれ、なんかあれかな、リジェクト的なそういうやつなのかな、あの工場で販売しているやつみたいな、直営、工場直営みたいな。まあこんだけ塗っておきゃ、あんまりさチャーチ系をね柔らかくしすぎるとなんか良くないから、ふにゃふにゃになりすぎちゃってね、なんか良くないから。まあちょっとじゃあライニングを先にやりゃよかったと思うんだけど、綺麗ですから綺麗ですから、洗っただけだから、もう洗った2回も洗ってんから。しかもソールも十分綺麗だ、なんならソールの方が綺麗なんじゃなかってくらいライニングの方がなんか嫌だな。まあライニングもね結構浸透するね、これ相当乾燥してる感じ。なんか綺麗だからさ、まだライニングも大して履いてない上に、まあ大して履いてないから綺麗なんだろうけど、それが故になんかパサパサ、ほんと新品に近いようなパサパサ感がある。全然なんだろうな、こう30代って感じじゃなくて15歳くらいみたいなそんな感じ。
で一応ねこの紐で結構こう擦れるんで、こう炭の炭っていうかさ、紐のこの裏側、フェイスの裏ですね、ここはねちょっと丁寧に塗った方がいいんだけど、あんまりベッてやんとアッパーにねつきやすいから気をつけてください。でこの辺はね特にまあ適当に塗っていいんだけど、ライニングのこのステッチ部分と、ライニングのステッチ全体的にと、あともうこの履き口のねトップライン付近を重点的にやった後に、あとこのかかとのねこう一番後ろ、ここもね結構擦れるから穴開く原因になっちゃうから、まあ潤滑油としても使えるかなっていう、あの摩擦が減るから穴開きづらくなる。で本当はねオリーブオイルじゃなくて普通のオイルでもいいかな、ライニングは。まあでもこれベビーオイル入ってないんだっけこれ。まあでもよくやったよここまで。だってなんかコバ削ってさ、水分補給して油分補給してさ、全体をね。で今ちょっと多めに見ちゃうと、これで30分くらいの動画でしょ。で前回のまあ20分くらいだとして50分でそこまで行ってるわけよ、まあ、遅いけど結構4時間かけてるからねスタート。乾燥時間とか増やして含めたらマジでやばいよ。乾燥時間まではさすがにさ動画にはしてないけど、そう、まあ乾燥自体も別にあれいつも言ってるやり方で、その車の助手席に下に置いてエアコンを助手席じゃねえや足元のやつにして、前回だとちょっとうるさいからまあ2番とか3番くらいにしといて、だから最大より1つ下くらいだね。でもまあそんだけだね。それで別にね3、4時間で完全に乾く。だから意外とあっという間だよ。あ、もう乾いちゃったんだってなる。でちょっと楽しいんだよね、靴がさ真下にあるって思うとちょっと楽しくてウキウキする、ちょっとだけ。そういう楽しさもある。それまあもう軽く終わったわ。まあこれでね油分補給になるんで、すごいこんな変わったよ色味。今だいぶ落ち着いてきたけど、すごくない？元に戻ったけど質感全然違うでしょ最初と。色味は元に戻った感じ、濃くなって。そう、最初の色味もねかっこよかったからね普通に。だから私あのままでいいかなと思ったんだよ。ガラスレザーでもかっこいい色だし、なかなかああいう色のガラスレザーないからいいかなと思ったんだけど、普通に普通の革でした。普通の革でした。こっちだけ油分減らねえな、さっきから。まあそんな感じで今回はチャーチカレンの水分補給と油分補給編でした。次回クレームやって、あの前にね紐は作ったんで、一気にその紐あるんで、まあクレーム塗ったり紐通したり磨き終わるかな、わかんないけど、そんな感じでやっていこうと思いますので、まあまた次回見てください。ということで以上です。それでは。